Can you? Hi, me. 今日も片野をよいしょにやっていきましょう。今日は相手に「何々できますか?」「何々してくれる?」というふうにお願いする時の表現「CanU」同士原形この質問を作れるようになりましょうね。まあ CanU」同 Can 士原形はよく見る表現で知ってるよという方も多いと思うんですが使えるかっていうのを確認してくださいね。あななたの血になってるか あなたが手段として使えているか、ここがポイントです。英会話がしたいならですね、知識として知ってるで満足なら OK なんですが、使えるようになりたいと思ったら、それは自分の血になっていることが大切になります。そして英会話初心者の時代はですね、王道をやってください。王道ですね。えー、初心者の時代は素直に王道を極めていった方が、結局後の積み上げが早いです。 中身、基礎の部分がスカスカだと上の積み上げがうまくいかないんですね。そしてずっと不足感がある英語になります。なので、初心者のうちは素直にですね、王道をやっていきましょう。それが使えるようになったら、あなたの容量が勝手に広がっていきます。キャパが広がっていくんです。そしたら、細かいこととか次の文法とかが入ってくるようになるので、まずは王道をやっていきましょうね。はい、ではやっていきます。No.1 Can you close the window? Sure. はい。意味としては、窓閉めてくれるいいよっていうことですね。文法説明しますね。you が主語、close が動詞閉めるですね。何を ?the window。窓をっていうことになりますね。svo 文型です。はい。can というのは助動詞で、何々できると、能力とか可能性を表しますね。これ、肯定文なら you can close というふうに動詞の前に入るんですね。助動詞っていうのは動詞を助けるって書くから、動詞の前に入るんだけど、質問の時は前に出るだけです。 You can が can you となるわけですね。はい。で、sure。これいいですね。快諾の、えー、返事ですね。いいよっていう感じですね。はい。この助動詞っていうのは必ずですね、助動詞の右側、動詞の原型なので、はい。close これ、動詞の原型ですね。変化はしないです。s がついたりとか、この動詞が過去形になったりとかしないということですね。はい。ではやっていきましょう。すべて can you でお願いしましょうね。No.2 お水持ってきてくれる ?can you? はい、持ってくるは bring ですね。can you bring me some water? はい、こんな感じですね。解説しますね。はい、you が主語、bring が動詞、me が o1, some water が o2 ですね。sb、o 文系ですね。bring は向こうから自分のところに持ってくるっていうことですね。はい、come のものが一緒についたバージョンです。Okay? come 来るですよね。やってくるですよね。 それに物もなんかくっついてるのがブレインです。持ってくるだからですね。はい。私に持ってくるよ。何をサム、ワーラー持ってくるよ。っていうことですね。このサムっていうのはもちろんつけなくても伝わります。ただ、えー、っと、英語の名詞はですね、何かサムとかいくらかのとかつけることによって輪郭を帯びるという感じですね、具体的になるのでつけることが多いよっていうことですね。はい。OK.3.、Okay, 折り返し電話もらっていいですかはい。Can you? はい。電話するっていう動詞は call ですね。 はい、私に、折り返しなので call me back。はい、こんな感じですね。はい、you が主語、こうが動詞、私にっていうことですね。はい、後ろに向かって電話するんだから折り返するってことですね。OK, for, ここで待っててくれる ?Can you? はい、動詞原型は wait ですね。はい、待っててくれるはい、ここで飾り言葉の here。はい、こんな感じですね。はい、can you wait here? はい、 here は福祉でここでという意味ですね。飾り言葉です。はい、さっきのバックも福祉ですね。飾り言葉です。OK、five あの建物が見えますかと相手に聞いてみましょう。Can you see? あのって指すんだったら that building はい、こんな感じですね。はい U が主語、C が動詞、that building が目的語ですね。この that っていうのは指示代名詞であのって指してるわけですね。あの建物見えますかっていうことですね。はい、C というのは視界に入るという意味で使いますよね。はい、こんな感じで能力や可能性を言えるキャンで相手に依頼ができるわけですよね。はい、こんな感じです。では、えー、音読していきましょう。No.1 Can you close the window? Sure. 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 Number two. お水持ってきてくれる? Can you bring me some water? 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 can you bring me some water 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 number three can you call me back 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 can you call me back? 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 Number four. Can you wait here? 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 Number five. Ano building? Can you see that 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 building?